それこそ世界一早いハヤブサ、世界一早い鉄ブサを作りたいと思ってます。はい、テイストオブつくばね、昔からやってるこういうレース過去は知ってたんですけど、より深く見に行ったのが2017年ぐらいだったかな、にちょっと見学行った時に、古い我々が青春時代に過ごしてた車両が今でも元気に走ってる、それからスピードを競ってるっていう70年代80年代の車両がね、あんな元気よく走ってるレースがあるっていうのを間近で見た時に、いや、やっぱ俺がもう小学校中学校時代に憧れたバイクで出たいなって思ったのが最初のきっかけで、いわゆるその全日本という格式ではないけども、こんなに盛り上がってこんなにみんなが真剣にスピード競ってるレースがあるんだ、すごいな、それからお客さんの量もすごいなって思ったの で、ね、自分はね、小学校の頃かな、鈴木ならばの刀という車両があるんだけど、それに憧れて、だったら刀でやるしかないと思ったのが最初のきっかけです。はい、そう、さっきも言ったように、スタートはね、世界一速い刀を作りたい行ってスタートして、結局3年かかったんだよね。で、最後のレースに、コースレコードと、優勝が取れたの で、世界一速いってこう公式には何も言えないけど、多分世の中で自分の経験の中で世界一速い刀ができたので、ちょっと一区切りしようかなと思って、でたまたま2022年が自分が全日本ロードレースの方もね、監督という方のこう新しいステップに行くんで、テイストオブつくばもなんか新しいことしたいなと思って、所有してるハヤブサという車両があるんだけど、それも鈴木の中では刀を代表するようなね、同等の有名な車両なんだけど、これでレースできないかな、ちょっとこれでレースしたいなと思ったのがまずきっかけ、新しいチャレンジとして。でよくよく考えてみたら、ハヤブサという車両はモータースポーツレースという場になかなか参加しにくい車両なのね、そういうレギュレーションがないから。でよく考えてみたら、テイストオブつくばは鉄のフレームさえ作ってしまえば、そのハヤブサでも出ると気がついて、だったら今やっぱ国内日本にもハヤブサのファン、それからハヤブサユーザーってすごくたくさんいるんで、彼らと一緒に楽しめることやろうって決めて、今年はじゃあよし、テイストオブつくばはハヤブサだとレースしてみたいなと思ったのがきっかけかな。このハヤブサっていう車両ね、もう生産されて1型2型3型といって3パターンできてきたんだけど、まず趣旨がツアラーなんですよ。レース用車両、サーキット走るようには作ってないので、ハヤブサという車両がレースで出るには、過去2000年ぐらいに吉村さんがハヤブサで、レースしてましたけど、とにかくサーキットを走るようにするにはいろいろちょっと問題速く走るには問題があるわけ。そこをね、我々のこの刀を作った経験、それから全日本で、チーム加賀山として長くやってた経験、それから自分のレースライダーとしても32年ぐらいの経験があるんで、これを生かしてね、ハヤブサをどうにかモータースポーツ、そのサーキットで速く走らせるためにたくさん改造しました。最低限のレギュレーションとして鉄フレーム、ハーキュリーズというクラスにそういうレギュレーションがあるんで、ハヤブサをまずは鉄フレームすることを、第一に示して今に至ります。目標ね、本当にちょっと、難しいんだけども、去年で刀を、ね、1回休憩、まあ、卒業して完結させて優勝で終われたんで、ハヤブサスタートしますけど、なんせこれ決めたのが去年の年末なのよ。でなんせ準備期間が4ヶ月しかないわけ。その中でまずやれることって言ったら、まずは、ハーキュリーズクラスのレギュレーションに適合させるために、車体作り、いわゆるその 鉄フレームってやつね、それをオリジナルでうちのメカと相談して、まあ、そこがまずは今やんなくちゃいけないポイントだったので、速く走れるかどうかは次のステップに関わってくるのね。いわゆるエンジン周りだったり、本当に細かいサスペンションのセッティングだったり、車体のセッティングというのは多分その次のステップになってくると思うんだけど、今回はとにかく
レギュレーションにまず適合させ、レースに出れるように形にするっていうのを第一優先でこの4ヶ月間準備してきました。まあでもね、フレームを作るのが一番うちのメカニック、俺はアイディアを出して言葉で指示するだけなんだけど、メカニックっていうのはそのイメージをさ、形にするって作業一番大変なんで、それはうちのメカが一生懸命4ヶ月で作ってくれました。まあそれが今回の状況なのでね、目標ってなるとまずはレギュレーションにあって、乾燥してその我々の作った、まあ、ネーミングした鉄ぶさという名前をしたんだけど、鉄ぶさがそのハイキュリーズクラスのポジションどこのレベルにいるかを把握するためのがまず目標かな。なので、どうにかね、まあ、簡単に優勝争いはできないと思いますけど、まずは表彰台争いにすぐ食われるようにセットアップを進めている最中です。そうね、実のところ参加してみて分かったんだけど、当然全日本ロードレースがメインジョブで、今年からチーム監督やってますけど、でそこにも長い間参戦してますけど、テイストに来てくれるお客さんは、客層というのかな、来てくれるファンがちょっと違うのよ、全日本ロードレースとは。いわゆるテイストに集まるお客さんは本当のバイク好き、それから自分のオートバイを次こうしたいな、あしたいな、次はこういうパーツをつけたいなって思う人たちが見に来てくれるの。そのオートバイの祭典なんだけど、本当にバイク好きの人が集まるバイクを見に来てくれるイベントだったので、そこがまず全日本ロードレースとはちょっと違うお客さん、ファンがいっぱいいるので、彼ら彼女たちに喜んでもらえるね企画を進めてここまでやってきました。はい、自分18からプロになって、まあ、今まで32年こう経験あるんだけど、やっぱりオートバイの特にこうモータースポーツレース好きっていうのがもともとあって、海外で長く経験して、で日本に帰ってきてチーム作って、ロードレースのチームを作って、チーム加賀屋も作ってやってますけど、やっぱりモータースポーツがね盛り上がってくれることが一番の願いなので、自分海外生活が長かったので、やっぱヨーロッパでのその人気っていうのがやっぱ日本とやっぱ比べ物にならないので、今も日本で全日本とか人気あるけど、まだまだこんなもんじゃないと思うのね。いわゆるその日本のモータースポーツをどうにか活性化したいなっていうのがことの発想なの、夢なの。なんで全日本とか8体でもね、今まで、ケビン・シバンツ呼んだり、新しい、メーカーのライダー呼んだり、ちょっと面白い企画して全日本でも見た目を今までと違うチームの作り方をしたりやってきました。テイストオブつくばでもね、刀という車両を使ったり、ハヤブサという車両を使ってね、よりファンを多くレース見に来てもらって、このいっぱい盛り上げれば後々ね、本当バイク好きの集まるカテゴリー、それから全日本みたいにレースを好きで集まるカテゴリーのファンをなんかドッキングできればもっともっと盛り上がるかなと思って、それが自分の夢なので、テイストオブつくばも全日本もモータースポーツ全部をね、なんか盛り上げる活動できたらいいなと思って、自分の趣味半分はい、将来の目標半分で今回も挑戦しようと思います。